新型コロナウイルスに関しては、すでに10年は前から存在していた可能性があり、病気のブースターであるという特徴から、原因として発見されにくかった可能性。ともかくそう考えるに、すでに集団免疫を獲得していてもおかしくないレベルで、もう、感染は拡大していた可能性それはあるわけだ。その上で今もこのウイルスは毒性を、見せる。鬼滅の刃がプッシュされた時、それは膨らんだ。何かの強制力の結果。自由市場特有の勝者総取り、敗者は食われるという構造の結果としてこのウイルスは活性化するなら、そういうのは慎まねばならないわけだが。とはいえ原因はそれだけか？社会的なストレスの増大を何か変化へのトリガーにしよう。そういう思惑もあるいは絡んでくる可能性はあり。その時数値はどこまで真実？